どうも、あいちゃっす。あさってからゴールデンウィークがね、やってきます。今年は5連休ということで。お休みじゃない方もね、いらっしゃるかと思うんですが、今回はゴールデンウィークにやってほしい、ただ一つのことをね、話していきます。どうせ勉強しろって言うんだろ。そう思う方もね、少なくないかもしれませんが、半分正解です。まあ、半分正解なのかよって思うかもしれないけど、まあ、こういう活動してるしね、それは言いたい。ね、勉強も頑張ってほしいからね。けど、半分なんです。じゃあ何が正解かっていうと、ただ一つやってほしいことは、決めたことをやるです。決めたことをやる、ものすごくシンプルで単純なことを言ってるんですが、これを徹底してほしいんです。さっきは勉強の話をしましたけど、勉強じゃなくたって構わないです。勉強でもいいし、運動でもいい、芸術でもいいし、例えばおしゃれでもいいし、ゲームだって構わないです。ゲームって思うかもしれないけど、ゲームだって構わないんです。とにかく自分で決めたことをやる、これをテーマにしてください。何決めようかなってね、思う方もいるかもしれないので、この動画の最後に、まあ、例になるかわかんないけど、俺のね、決めたこと、このゴールデンウィークでやるって決めたこと発表しますので、まあ、それもね、見てほしいんですが、その前になんでこんなにね、決めてねって、それをやってねって熱弁してるかをちょっと軽くね、説明させてください。実はゴールデンウィーク5連休ありますけど、皆さんちょっとカレンダー見てほしくって、その後5月、6月、7月の夏休み直前まで3連休ないんですよ、今回。そう、ないの。だからずっと、まあ、5日稼働が続いていくんですよ。土曜日学校あったら6日稼働が続いていっちゃうんですよ。で、まあ、ゴールデンウィーク明けて学校のね、こう新生活に慣れてきて、慣れてくると人間は疲れが出ます。疲れで、そこにテストとかも入ってくるから、でテスト結果もうまくいかなかったりすると、どん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 自己嫌悪が重なって加速していっちゃうんだよね。で、やっぱり学校行くのもしんどくなっちゃうし、もう日々の生活が楽しくなくなっちゃうので、本当にそうなってほしくない。もちろん、いろんな人間関係もあったりとか、まあ、テストとかもね、自分の努力だけでうまくいかないところもあるかもしれないけど、でも自分が自分に褒めてあげられる、まあ、自信がある状態、やることやってるし、大丈夫だよ俺って、大丈夫だよ私って言える状態って、すごくみんなを守ってくれるのね。それをこのゴールデンウィークでちゃんと崩さずに保っていってほしい。だから決めたことをやるって、誰かに言われたことを、まあ、宿題も出るかもしれないけど、言われたことをやるってよりも、自分で決めたことをやれてるよって、私は自分のペースでこの足で歩けてるよって、そうなってほしくって、こんなに熱弁しておりますと。そんな理由があります。今からね、俺のやることを発表していくんですが、みんなもやることを決めるときに一つ意識してほしいことがあって、あまりハードルは上げすぎずに設定してください。例えばね、5連休もあるからさ、なんかいっぱいできそうな気がするじゃんか。だから単語1900全部やっちゃうぜみたいな。いや、できる方もいるだろうけど、今までの自分をちょっと振り返ってほしい。今までそんなにね、単語頑張れてなかった方がいきなり1900、だって1日400だよ、だいたい。きつくないか、さすがに。なので、今までの自分をちゃんと振り返った上で、適切な量で設定してごらん。でも適切ってなんだろうって思うじゃん。思ったら、自分がこのぐらいやろうかなと思った、もう半分ぐらい。一つ目の山は、もう本当に低く設定する。まずはこれ第一目標にしようって。これが、なんかいけちゃったら、もう一個先の目標立てればいいだけだから。第一目標に関しては、ひとまず低いハードルにしてください。それがすごく大事。いいかな？じゃあそれを含めて聞いてもらえたらと思います。まず一つ目が自習室で、今土日の朝8時からやらせてもらってるんですが、ゴールデンウィーク中は、水、木、金、土、日か。この5日間、毎朝8時からやりますので、ぜひ参加してみてください。俺も頑張るよ。で、二つ目がですね、うち子供が2人いるんですけど、次男くんが5月6日土曜日が誕生日なので、まあ、これを盛大にお祝いするっていう。まあ、当たり前って当たり前なんだけど、とにかく喜んでもらえる誕生日にしたいので、ちょっと今の計画してるんですけど、まあ、それを実行するっていうのが二つ目。3つ目が講演会のスライド作りで、今講演会ね、いろいろ予約をいただいてるんですが、一つね、スライドがまだ完成してないのがあるので、まあ、それをまあ1からもう1回作り直して完成させるっていうのが3つ目のやることです。で、4つ目がね、今続けてるウォーキングなんですが、これもね、休み中に、まあ、自習室がある前にウォーキングをすると。で、私3000歩が一応朝のウォーキング目標にしてて、ごめんね、学校に行ってるみんな3000歩とか余裕で超えてるんですけど、私ほんと家から出ないので、3000歩ちゃんと朝ね、最低歩いてからやる。それもね、ゴールデンウィーク中も必ずやるっていうのをやることとして設定しておきます。
最後の5つ目はゲームになってしまうんですが、俺長男くんとね、スプラトゥーンをオンラインで繋いで一緒にやるのが好きなんですけど、バイトが好きなんですよ。お前、全然わかんなかったごめんなさい。スプラトゥーンのバイトっていうのがあって、で、それの、が好きでね。で、銀の鱗を今100まで頑張って貯めてるとこなんです。まあ、全然まだ届かないんですけど、ひとまずこのゴールデンウィーク中に銀の鱗を15個回収するっていうのを目標にします。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。私のやること見てもらってね、ゆるいなーって思った方もいるかもしれないです。で、みんなもね、自分のやることを決めるときに、こんなゆるくていいのかななんて思うかもしれないですけど、よくないですか？私全然今このゆるいかもしれないけど、胸を張って言ってますよ、動画で。だって自分で決めたことを、これは絶対やるって心から思ってるものなんだもん。絶対やってみせるし、全部ここね。だからみんなも自分の人生だから、周りから見たらそんな緩いことで立ててんのって言うやついるかもしれないけど、むしむし、だってみんなが決めたことだもん。それがすごく大事。決めるって思ってる以上に大変なんだよね。で、決めるってさ、やっぱり本気で決めたことってやっぱプレッシャーかかるから、やんなきゃいけないし頑張んなきゃってなるから。でもそれをちゃんとプレッシャーとかね、やんなきゃって思いもある中、サボりたいって気持ちが出てくるかもしれない。その中でもちゃんとやりきったことにものすごい価値がある。まだきっとね、この動画を見てくれてる時には決めるっていう段階、今から決めようっていうところだと思う。それをやれたかどうかはゴールデンウィーク明けに、まあね、答え合わせができる状態になると思うので、ぜひね、ハードルを上げすぎずに、もちろんみんなが心から思う目標というか、やることを立ててほしいのが一番なんですけど、みんながこれをやろうって、ね、それはもう運動でも勉強でも、例えばおしゃれがね、好きな方だったらおしゃれについてこれを勉強しようとか、これを覚えよう、メイクのやり方を覚えよう、それでもいいんだって。いいの、みんなが決めたことなんだから。ぜひなんとなく過ごした5日間にしないでください。なんか過ぎちゃったなって、なんかダラダラしちゃったなじゃなくて、やることやって、やったけどダラダラした時間もあったなって、そんな有意義なゴールデンウィークにしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週ゴールデンウィーク明けかにお会いしましょう。みんながね、こうこれやったよって、できたよっていうコメント欄に溢れることを願ってます。で、私もね、ぜひみんなの前でやれたよって言えるようにしますので、ぜひお互いね、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう。それじゃあ、良いゴールデンウィーク、詰まった良いゴールデンウィークをお過ごしください。それじゃあ、またね、バイバイ。生放送待ってるよ。